のままだと日本人は地理貧、子供の6人1人が貧困、さらに今世界中物価高で日本は円安、トリプルパンチですよ。ガーッと伸びて株価もう激増ですよ。あの会社の株を売るとトヨタもマツダも日産もホンダも三菱も全部買える。それぐらい株価が上がってるんです。恐ろしいでしょ。そしてこの円安ですよね。日本はこの経済戦、情報戦を30年間やられてもう瀕死です。皆さんもだからしんどくないですか。金銭的にしんどいはずですよ。他の国は30年間ずっと経済上がってるから、アメリカなんて日本の 2.5 倍ぐらいの経済規模ですよ。大学生の給料、初任給の話をよくします。日本の大学生の初任給は21万円ほとんど変わってない、僕の時と。アメリカの大学の初任給、大学生の初任給は45万円ぐらいあります。なの2年間でも上がってます、給料が。スイスに至っては平均73万円です。アメリカはだから日本の物価の倍ぐらい、スイスに至っては3倍以上ですよ。ペットボトルの水が600円とかする。そんな格差が今ついてるんです。でも向こうは物価が高いから給料が上がっても生活が厳しい、その通りです。で、日本はその分デフレだけどね、まあ給料も上がらないけど物も安いからいいじゃないかって言ってたら、最近値段が上がり始めてきたでしょ。スタグフレーションのやつですよ。もっとこれからしんどくなります。そして経済が冷え込んで物価が上がってしんどいなと思ってる時に、円安がガーンとトリプルショックで来るんです。そうすると円が弱い、物価も安い、日本人にもお金がない。そうなったら買えないでしょ。資源も買えなくなる、小麦も買えなくなる。マグロとかだって日本近海で取れたやつだって全部中国人とかに買い負けするようになるんですよ。そうすると日本人は魚は取るんだけど自分たちが食べるんじゃなくて外国人に売ることになるんです。これね、世界中でそういうことやってきたの、歴史的に。我々だってね、偉そうなこと言えない。日本人がこの数十年間豊かな生活をしてきたのは、そうやってアジアの貧しい国とかアフリカとか南米とかそういった経済力のない国から安く物を買って、そしていい生活をしてきたんですよ。彼らは一生懸命働いても我々何十分の1とかの給料でやってきたの。それをずっと放置していい思いをしてきたから、今度は我々が働かせられる側になるかもしれない。今その結構瀬戸際に来てますよ。もう一気にですね、日本の企業が買われそうだ。大企業はもう大体4割以上株を買われている、この30年で。そしてこれからデイビッド・アトキンソンみたいな人が、ゴールドマン・サックスの人が政府の中枢に入って日本の中小企業を潰せと言っている。中小企業はだいぶしんどい。そしてこれから円安、銀行法も改正されて地方銀行が中小企業の株を買えるようになった。これで外資が国をね、もっと開いてガッと一気に入ってきたら、また買われるんですよ。バブル崩壊で買われて、リーマンショックで買われて、今度はコロナショックですか。我々の作ってきた企業、我々が培ってきた技術、そういったものがどんどんと指を加えて奪われていくんです。指を加えて見ている間に奪われていく。これがね、合法的なんですよ。しかもこんな制度を合法的にしたのは誰ですかと我々は考えないといけない。こんな制度をずっと長年かかって合法化してきたのは自民党です。ほら、それを支えている公明党も一緒。そして僕は大阪だからあえて言いますよ。大阪の皆さんはそれを変えてほしいと思って維新に期待しましたよね。皆さんの期待は叶えられましたか。叶えられてない。2つ目は経済戦ね。とにかく日本人が使えるお金を増やさないと、今のままだと日本人は地理貧、子供の6人1人が貧困、ね、さらに今世界中物価高で日本は円安、トリプルパンチですよ、ね、30年のデフレと物価高と円安、本当に変われますよ。今までで一番来るんじゃないですか。バブルの崩壊にやれたでしょ、リーマンショックでもやられたでしょ、ね、そのために日本のものがどん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 変われるね。だいたいガーンと日本が落ちた時に外国人が買うわけですよ。でまた彼らが儲けて、でまたガーンと落ちて日本人買われてまた儲けて
で、どん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 その度に日本の資産が外国人の方になっていく、日本の企業の株が彼らに買われていくっていうことをずっとやられてきたんでしょ。そういうことをやりやすくしてきたのが自民党と公明党でしょ。これ以上円がすれないんだったら政府紙幣でいきましょう。マツダプラン、いや MMT でももっといいんですよね、すれるんだったら。でも財務省やらないじゃないですか。だから違う提案をするんです。はいね、政府紙幣ですよ。リンカーンとかやりましたね、ケネディが二人とも殺されたけどね、マツダさんにやってもらいましょう。だからぜひ皆さん、全国比例は松田学部の会でください。彼はその命をかけてくれると思います。経済を何とかしたいという方は松田学部でお願いします。はい、僕は事務局長でいい。そうやってとにかく皆さんが使えるお金を今の2倍から3倍に増やす、ね、で子供たちにの教育にお金を当てる、それから七次産業の人たちにお金を本当に渡す、林業なんか全部公務員にやらしちゃっていい、うん、それぐらいじゃないと林業続かないから。我々は資金国家なんでしょ、一応ね、通貨発行権持ってるんでしょ、発行したらいいじゃないですか、国民困ってんだから。今それをやっておかないと国民の生産能力が落ちる、需要と供給の供給する側がなくなっちゃったら本当にハイパーインフレとかなるんですよ。だから今はとにかく借金積んでても何でもいいから国民にお金を回してね、国民の生産能力を保っておかないと。そうでしょ、飲食店潰れてるでしょ、ホテルが外資に買われてるでしょ、農業やる人がいないんでしょ、子供も減ってるんでしょ、完全に供給能力が落ちてるんですって。日本の工場も買われてるしね、もう中国とか台湾とか韓国の会社に頼まないと物作れないぐらいになってるわけですよ。そうじゃない、メイドインジャパンに回帰するんです。全てのものを日本で作れるような体制を作るんです。日本人作れないものないんですから。要はコストが合わないとか言うんでしょ、そのコストはもう税金で見ましょうよ、必要なものだったら。そうやって全てのものを国内で作れる環境を整備することによって、世界で食糧難が起きても戦争が起きても我々は関与しませんと、我々は戦争に参加もしないしね、あの敵のものを奪おうともしませんと、食料も、ね、生活必需品もエネルギーも全部自分たちで作れますっていう体制を作ることが究極の経済戦なんですよ。そういう体制ができたら最後に軍隊とか核で抑止をするっていうことです。そうでしょ、敵が攻めてくる前に兵糧攻めになったら終わるんだから、ね、まず自給自足するっていう体制が大事なわけ。それができて初めて敵組んだんですよ、ね、順番が違うの。だからまず情報を整えて盗まれないようにして、経済回して自給自足やって、最後に抑止力を高めるっていうことをやらないと、結局それがない限り国は守れません。いいですか、自民党とか公明党ではもう日本は守れない。これもまたほっとくと僕らの知らないところで決まりますよ。でもそれは国際協調だから、国際ルールで我々調印、ね、政府が調印しちゃったのでそれに従ってくださいと。で、国際条約だから憲法よりも上ですと。だったら我々もうどうしようもないじゃないですか。そうでしょ、憲法ですらですね、ろくに議論もないまま今改憲されようとしていてですね、で緊急事態条項ですか、ああいうのもし入れられたらまたそれ使ってパンデミックだからというふうにできるんでしょ。だからこういうことを勝手に決めないでっていうのが参政党です。本来こういうことは立憲民主党とか共産党とかね、そういう野党がちゃんと政府に問いただしてこないといけなかったんです。それを全然やらないでしょ。やってることはついこの間までですけど、やれ盛りかけだとかですね、桜を見る会だとか、それどうでもいいんですよね、で国会議員が失言した、不倫をしていた、それもどうでもいいです。もう参政党の議員が不倫してたって僕らは問いません。あ、もうはっきりさ言ってるの。だってそんなのどうでもいいことだから。そうでしょ、皆さん本当によくね考えましょう。国会議員の仕事は国民の生命財産権利を守ることですよ。そうでしょ、極端な話それに命と政治生命かけてほしいわけですよ。
でそれをやってくれてるんだったら、ね、多少不倫してようが失言しようが、ね、どっかからちょっとぐらい企業から、ね、日本だったらですよ、日本企業からお金もらってようが別にもうそれぐらいいいと、ね、返せと、ちゃんと不正な金もらってたら、ね、そこをついて、ね、肝心のことをつかないんですよ、ね、今日ちょっとマスコミの方もいらっしゃるかもしれないから、マスコミがつくべきはそこですよ。国会議員が、そうでしょ、ありがとうございます。そうなんですよ、国会議員で何をチェックしなければいけないかっていうと、国益に背くようなことをやってないか、国民に嘘をついてないかなんですよ。そこをきちっとやってくれていたら、それ以外のことはだらしなくてもしょうがねえなって済ませばいいんです、ね、肝心のことをちゃんとやる。外国なんかそうでしょ、大統領が赴任してるとか愛人がいっぱいいるとか、外国なんか当たり前にやってるじゃないですか。それで大統領辞めましたか、トップが辞めてないんですよ、ね、でこれから日本は本当に強い政治家を作らないと、この世界の大きな変化を乗り切れないんです、ね、でそれはもう今の自民党とか公明党の中から出てこないから、出てこないんですよ。で野党にもそういう目がない。だからもう自分たちで作るしかないんです、国民が立ち上がって。僕は15年前から市議会議員になって、で2010年にですね、龍馬プロジェクトというプロジェクトを立ち上げて、いろんな仲間とやってきました。だから長崎は龍馬ゆかりの地でもありますから、何回も来ましたよ。亀山社中も行ったし、ね、グラバー亭も行ったし、いろんなところ長崎で見ました、ね、でなんで僕は龍馬プロジェクトやってたかっていうと、坂本龍馬が長岡賢吉社長と一緒に千秋八策って作ったじゃないですか。あれを今作んないといけないんですよ。つまり次の日本をどうするかです。もうこの平成が終わってですね、令和に入って、そしてもう世界の状況大きく変わりました。この30年で変わったでしょ。30年前の日本は圧倒的に世界第2の経済大国でしたよ。世界の 18% ぐらい、ピークの時は世界全体の 18% のお金を日本人だけで持ってたんです。今何パーセントぐらいだと思います？ 5% ぐらいですよ。この30年で日本人の資産は世界的に見ると4分の1に落ちてるんです。賃金も1円もほぼ上がってない。僕が大卒の時20年前、大学生の初任給は20万です。今の大学生の初任給は21万です。ほぼ変わってない。アメリカ人の大学生の初任給は45万ぐらい。スイス人に至っては73万ぐらいですから。ね、世界経済は3倍ぐらい伸びてる。ね。まあ、向こうは物価も高いから、給料が高いから生活が楽ではないけれど、けどそれにしてもですね、同じ時間働いて3分の1の賃金ではやっていけないですよ。ね。30年前、世界トップ50の中に32社日本企業入ってました。今は1社だけです。それは何か、どこか、トヨタです。しかも上位ではありません。42位、台湾の TSMC にももう負けてます。ですか？でこのコロナで、ね、エコだエコだと言ってイーロン・マスクの自動車会社ねテスラがガーッと伸びて株価もう激増ですよ、ね、あの会社の株を売るとトヨタもマツダも日産もホンダも三菱も全部買える。それぐらい株価が上がってるんです。恐ろしいでしょ。そしてこの円安ですよ、ね、この円安になった状況で国をもう一回開いてバッと外資が入ってきたらどうなりますか皆さん、ね、観光地とかもう北海道のニセコなんかリゾートの8割以上がですね外資に買われてるんですよ。リゾート地の8割以上ですよ。町全体じゃないですよ。リゾートエリアの8割以上、まあ共産主義9割ぐらいがもう外資に買われてます。しかも中国系、それだけじゃ北海道だけじゃないですよ。信州の方だって買われてるし、ね、いろんなところが今お金で買われてる。京都だってそうですよ。祇園のあたりなんか相当外資に買われてる。東京の丸の内なんかとっくの昔にもう全部買われてる。さらにまた買われるんですよ。こんな日本が弱くなって世界が大きく変わるときに日本も強い政治家作んないとダメですって、ね、ありがとうございます。相手はプーチン、ね、バイデンはちょっといまいちだけど、まあ、トランプが復活してくるかもしれない。習近平、ね、ああいう人たちと互角か、ね、それ以上にしたたかに渡り合えるようなそういう政治家が日本に必要なんですよ。今いないでし
いないのをですね、国会議員のせいにしてもしょうがないんですよ。さっきも言いましたけど、そうやってね、強い政治家の目を摘んできたのは私たちなんです。でそれを潰してきたのはおそらく外圧とマスコミですですか。本当にいい政治家が出てこない、日本のために一生懸命やりたいという人たちが出てこないんです。だから私にそれやってって言われる方いらっしゃるんだけど、無理です。僕一人じゃ、僕一人頑張ったって僕が潰されて終わる。はい、僕と吉野さん二人でもダメ、松田さん武田先生5人でもダメです。足りません。何十人か必要です。できれば何百人か欲しい。なぜなら一人や二人潰しても次から次に出てくるような流れがないといけないからですよ。だからこれ潰せないなと思わせないと、一人二人カリスマを作ったらその人が潰されて終わるんです。だからみんなでグループをこうやって作って、参政党みたいなものを作ってですね、みんなで政治を勉強し、マスコミの情報以外の情報ね、マスコミの全部ダメだとは言わないけど、マスコミの情報だけ信じてたらミスリードされます。もうそれは今回の明らかです。明らかでしょ。言えないんだもん、マスコミだって民間企業だから、株主スポンサーいますから、株主スポンサーが嫌なことは言えないの。だからそれは忖度してあげないと。そうでしょ、そこは配慮してあげて、ああかわいそうだな、言えないんだなというふうに我々理解をし、そして自分たちでちゃんと、ね、SNS みたいな情報プラットフォームを作ってですね、 YouTube とかそんなのバンされちゃうからね、自分たちで作ってみんなで情報を共有して、そして日本がこれからどういうビジョンが必要か、新しい千秋八策ですよ、令和の千秋八策をみんなで作って、でそれを実現してくれる人は誰なのか、どういう人が必要なのかということをちゃんと考えて、そういう人が選挙で立ち上がっていけるようにみんなでやるんです。それを今までは情報も間違ってる、リーダーの選び方も間違ってる、それどころかどんどんと関心を失うように持ってこられたから、国民の半分がもう選挙にすら行かなくなってる、行けなくなってるんですね。だってどこに出たって一緒だし、ね、期待してやったけど何も変わらなかったっていう失望感があるからですよ。